で、一方ですね、マクベですね。マクベの乗っているですね、えー、戦艦地名が映ってですね、で、壺をですね、触っています。ですね、ふふ、予定通りだな、木馬をキャッチできたかっていうと、この後ろ向いてるのが裏ンですね。えー、裏ン、私のギャンの整備はどうかなっていうんですけども、まあ、この時の裏ンの位置ですね。このマクベの部下の裏ンの位置に注目してください。で、カット変わってですね、えー、正面から撮ってます。 で、壺をまん、あ、まクベ触ってですね、用しエリア2まで進んで、リックドーム発進、私もギャンで出撃するって言うんですけども、 こう裏眼ね、読んでるんですよね、わざわざ。こう後ろにいるのを読んで近くで見てるんですけども、ツボ見せてるマクベ可愛くないですか裏眼にシーに出すんだったらこのままでいいんですけど、わざわざ裏眼が近くに来てですね、やっぱなんかちょっと聞いてほしいんですよね。裏眼みたいな教養がないやつは、もう北総のツボもわかんなかったし、これもわかんないんだけども、わざわざ自分がいじってるところをついつい見せたいわけです。ただ、これが見せたおかげでラストシーンにつながってくるんですけども、 ま、これ、この時のツボが、あの、有名な良い,いものですね。え、わざわざね、まあ、裏眼にツボを見せるという演技を、この裏眼のこの距離ですね。この距離が近づいて、ここに立ってることで表してるんです。まあ、この辺の演技も僕は可愛いと思います。で、えー、私もギャンで出撃すると言ったらですね、出てくるのが、これあの、実際のテレビのですね、映像ではですね、このフレーム、一番下のフレームから、 えー、カメラがパンナップしてずっと上がっていって、ようやっと足元からですね、頭まで見えるわけですね。はい。えー、しかし、マクベ大佐は自らお出になることはないと、あるのだな、というわけですね。はあって裏側に聞くと、ギャンは私用に開発していただいたモビルスーツだ。キシリア少将へ男としてのメンツが。 いいですよね。キシリア少将に軍人としてのメンツがあるではなくてですね。キシリア少将というですね、女王様な女性に対して男としてのメンツがあるというですね、このマクベとキシリアのですね、ちょっとした関係が見えていいんですね。キシリア少将へ男としてのメンツがあるという言い方でですね、キシリア様はもちろんザビ家の女性だから自分とかが手が届く存在ではないのはわかってるし、 でも、前にはアンサムにですね、乗ってですね、いわゆる <laughs> 補助席に座られてですね、違う違うというふうに言われて散々恥をかいたっていうのがあるんですけど、自分専用に開発していただいたモビルスーツなんていうのは、シャアですら持ってないわけですね。なので、それがですね、新型モビルスーツじゃなくて、 マクベ用なんですよね。マクベ用のですね、戦闘トムールスーツだと。で、それを用意してまでいただいたんだから、使わなきゃいけない。で、それで使って、一番今のところジオイにとっては、そんな、大物じゃないんだけど、気になっているですね、ホワイトベースガンダムというのを打たなきゃいけないという、義務感があって、男としてのメンツでセリフになったんだと思います。ここら辺のですね、マクベの心理、面白いです。お疲れ様でした。